はい、皆さんこんにちは、村田です。今回紹介する、イヤホンなんですけれども、僕が初めてこの動画で、レビューをしていくブランドさんになります。それがねこちらです。イヤーファンっていうオーディオブランドの完全ワイヤレスイヤホンになります。でね、これなんですけど、まあ価格がね8000円ちょっとで、まあ1万円以下なんですけど、それにしてはノイキャンの機器だとか、あとまあ音質ですね、重低音がすっごいねパワフルだし、なかなかねスペックね高かったんですね。でなんといってもこのね、このサイズ感わかります？ほら、このウインナー1本分ぐらい、このサイズ感めちゃめちゃちっちゃくて、あ、すっげー持ちやすいなと思って、実際使っていて、あ、かなり使いやすかったんですね。まあ音もいいし、でノイキャンの効きもいいし、持ち歩きやすいし、何ら不便なくて、これで1万円以下ってなかなかコスパ高いなと思いました。まあ、詳しいねところをレビューしていきますので、ぜひ参考にしてください。それでは行きましょう。Oh, yeah.まずね外観からチェックしていきます。でこのケースは、素材にねアルミニウム合金が使われているみたいで、まあ、黒っぽいちょっとグレーに艶消しがされた感じで、見た目にもね高級感があって、触った感じの質感も結構いいんですよね。でまあチープな感じは全然しないし、ね、上の蓋の方にイヤーファンっていうねブランドのロゴがついているだけのシンプルな形をしていますね。で最初にもねお伝えした通り、このサイズ感、この僕のこなんだろう小指2本分ぐらいかな、すごくね小さいというか細いというかスリムなんですね。だからこうポケットにさ、こんな感じポケットにこう入れても全然目立たないんですよ、こんな感じで。まあちょっとねワイドめなパンツ履いてるので、あんまり目立ちにくいっていうのもねあると思うんですけど、めちゃめちゃね使いやすいんですよね。もう握ったらもうほらこんな感じ、全然見えなくなっちゃう。これぐらいすごいちっちゃいっていうのがすごく使いやすいんです。でね、開けるとパカッとこんな感じですね。イヤホン筐体自体はカナル型をしていて、シリコン製のねイヤーピースが使われてます。で片耳で約 4.1g っていう軽量さ、ちょっと実際にこれつけてみますね。つけるとこんな感じです。どうですか、かなり小型なので、こう真正面から見た時ってこうつけてるかつけてないかって結構分かりにくくないですか。イヤホンのこの筐体の小さいこの薄さというか収まりの良さっていう部分が、まあ、見た目にもね結構いいかなと思いますね。でね、このイヤーフックというか、このちょろんとあるところが耳の中にこうフックになってこうホールドしてくれるんですよ。だからこう全然こう動いてもこうポロッと取れちゃうってこともありません。フィット感かなりいいです。でね、このイヤホンの筐体は IPX5 の防水性能を持っていますので、雨とか運動中にねかく汗とか、まあ、そういった部分も問題なく使用できます。そしてバッテリー持ちに関しては、このねイヤホン筐体で連続で最長6時間ということで、ノイキャンを起動した場合には最長で5時間になります。でね、こういうふうにこんな感じで充電ケースと併用することによって最長で25時間ぐらいのバッテリー持ちになっていますね。まあ通勤通学で使う分にはだいたいそうですね、1週間ぐらいは余裕でこのケース充電しなくても持っちゃうぐらいのね電池持ちの良さがありますね。さらにこのね、充電ケースはここにね USB-C ポートがあるので、ここで有線接続することと、もう一つが、ワイヤレス充電にも対応しているので、ワイヤレス充電器にポコッとね乗せるだけで、充電できる、ケーブルレスで充電できますっていうのも便利なポイントです。そして、スマホとの接続に関しては Bluetooth5.2 最新の、規格が対応していますね。実際僕が使った感じ、まあ、電車とか、まあ、もちろんね電車の中とか駅の構内、人がでねぐわーっとこうごった返すようなところで使っていても、電波の混線に左右されることなく接続が安定していましたね。音飛びとか音の途切れとか、まあ、そういった部分はほとんどありませんでした。かなり強い安定した接続ができます。でイヤホンの操作に関しては、ここのねハウジングの部分がタッチパネルになっているので、こんな感じでこう触れて操作する感じになります。具体的なね操作方法に関しては、この右のイヤホンをワンタップしてあげると音量のアップ、
で左のイヤホンをワンタップすると音量のダウンですね。であとまあ左右のねどちらかのイヤホンをダブルタップしてあげると音楽の再生、もう一回やると、停止。であと右のねイヤホンを、トリプルタップしてあげると、曲送りができます。で残念ながら曲戻しにはねこのね対応していないみたいなので、そこがねちょっとね残念でしたね。あとこのねイヤホンに関しては低遅延の、ゲーミングモードっていうのが対応されていて、でこの左のイヤホンをトリプルタップしてあげるとゲームモードを起動します。まあ遅延をね少なくしてくれるっていうね効果があるので、ゲームするときとか、あとまあ動画見たりとか、まあ、そういったね、遅延をなるべく少ない、ようにしたいっていうときには、使ってあげるといいのかなと思いますね。であと左のねイヤホンを長押ししてあげるとノイキャンに切り替わったり、でもう一回やると、外音取り込み機能とか、でもう一回やると、通常モードに戻る、まあ、そういったねモード切り替えができますね。まあ、それぞれこう切り替わるとアナウンスがね流れるんです。ノーマルモードとかね、ノイズキャンセリングとかな、アナウンスが流れてくれるので、今どのモードに自分がいるのかっていうのが分かりやすいと思います。そしてね、通話品質なんですけれども、まあ、こんな感じでオンラインミーティングでねこう使っていましたけれども、すごく快適でした。ノイズリダクション機能って言って、で周りの音をなるべくこう抑えてあげて、自分のねこの声だけにフォーカスして通話相手に届けてくれるっていうねテクノロジーが入ってるんですね。なのである程度ですね、もう周りがガヤガヤしていたとしても、よくあるじゃないですか、換気扇の音とか洗濯機が回してる音とか、近所を走る自動車のトラックとかの走行音とか、まあ、そういった部分もなるべくねこう左右されることなく、まあ、クリアなね音声をですね、通話相手に届けてくれます。結構ねこうイヤホンから口元までだいぶ離れてるんですけど、それにしてはマイクの集音性能が良くて、普通にこうやって話しててもだいぶ拾ってくれるので、そういった部分では性能高いなと思いました。そして通話品質なんですけれども、この通話品質ね8000円台ということで、まあ、どうなんだろうなと思ってたんですけど、結論めちゃくちゃ音良かったです。まあ、分かりやすいドンシャリ、低音強い、高音がシャリッとする、なんかもうシャープな感じの、まあ、今時な音質かなというところですね。でドライバーにねグラフェン素材、まあ、硬いね張りのある素材が使われているということと、あとは6ミリ口径のダイナミックドライバーが採用されていますね。コーデックに関しては、iPhone ユーザーには嬉しい AAC コーデックにも対応していますので、 iPhone ユーザーの方も OK が受けられます。低音のねこうキック感というか、かなり強めでこう鼓膜に、ね、こう響くようなイメージですね。低音の、ね、この音圧がかなりパワフルで、ランニングしてる時とか、あと、まあ、体鍛えてる時とか、そういった時にこうなんかこうテンション上げて動きたい、そういう場合にかなり向いている音色なのかなというふうに思いました。どっしりしていて歪みもないですし、安心して聞いてられるような音質ですね。歌物系の、まあ、アカペラとかはもう少し欲を言うなら中音域がこうね前に出てきてほしいね、イメージもありましたけれども、まあ価格をね考えれば、まあこんなものでしょうと、いやむしろいいでしょうという感じでした。音楽をこうしっとり聞き込むっていうよりも、どちらかというとこうラフに元気よく楽しく、まあ、聴ける音色なのかなというところです。続いてノイズキャンセリング性能なんですけれども、まあ、実際にそうですね、まあ、僕がこう使っていて感じたのは、1万円以下のノイキャンイヤホンでここまでこのね性能高いかっていう、正直驚きました。メーカーさんが工場値によると、マイナス40デシベルの消音効果、ノイズカットっていうのをね実現しているみたいで、まあ、そのね歌い文句に嘘偽りなく、マジであすごい、あかなりカットされるなっていうイメージです。特にですね、まあ、車のロードサウンドとか電車の中のゴーっていう音とか、まあ、そういった低音の消音効果に長けているような感じがしましたね。まあデジタル的なこう打ち消すような、こうなんて言うんだろうな、耳に残る感じは多少はねもちろんあるんですけど、まあ、音楽をこう流してしまえばそこまで気になることはないのかなと思います。没入感がこう向上して、カフェで仕事したい時とかね、周りがうるさくても全然音楽に集中できるというか、もう自分のねこう世界に入れるので、このノイズキャンセリング機能はかなり使える機能だなと思いましたね。あと外音取り込み機能にも対応していて、こうイヤホンをつけたままでも周りの音を取り込めるよっていう機能なんですけど、まあ、これ正直ね性能的にはまあまあまあ普通かなっていうイメージです。まあ、イヤホンを装着しているこの状態でも普通にねこう会話できるし、まあ、不自由はないんですけど、かといって全体というかちょっと遠くまでちゃんとなんて言うんだろう、こう
イヤホンをつけてない状態と同じような取り込みをしているかっていうとそういうわけではないですね。どちらかというとこう近距離というか近場の音をなるべく拾ってくれるような、イメージがありました。はい、ということでイヤーファンというねブランドから発売されているフリープロ2をレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。なんといってもこの携帯性の高さ、めちゃめちゃちっちゃいですよね、薄いですよね。そして1万円以下とは思えないノイキャンの機器音質、まあ、そういったね、性能面もなかなか見応えがありましたね。とりあえず1万円以下でコスパ高くて音質がまあまあ良くてノイキャンちゃんと効くよっていうものだったら全然おすすめできると思います。あの動画のね概要欄にも商品ページ入ってるのでそちらねクリックしてぜひ買ってみてほしいなと思いましたね。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。